今日先発は大谷でした。まず立ち上がりの大谷をご覧いただきますが、岡島のこの内野安打が始まります。まあ、前半ボール高かったですからね、その後もう一つヒットがあって送りバントで 2,3 塁でジョーンズを迎えますが、この投球をご覧いただきましょう。インサイドのツーシームなのか、まあ、そういった変化のあるボールだと思うんですけど、引っかかったっていうか俗に言うね、はい、引っかかって逆球になって本当に一番飛ぶところに行きました ね。もったいなかったですけどね。ジョーンズの23号のスリーランで先制で、その裏ロッテもチャンスを作ったんですが、ロッテの4番ブラゼルは併殺。そうですね、ここは本当に変化球にやられましたね。で3回です。今度は2アウト2塁1塁でマギーです。25号のスリーラン、ここもピンチでなんとかっていうところなんですけども、やはりボール先行して投げるボールがなくなって、はい、フォークボール、それが半速球で高く浮いたのを一発食らいましたね。もったいなかったです。6対0。そして4回表です。2アウト1、3塁でバッターは藤田を迎えます。大谷は4回も投げていましたが、そうなんですよね、ずっとランナーが出ないといいピッチングするんですけどですよ、ね、ランナーが出た時に粘りきれなくて、ここも最後ボールが甘くなってね、まあ、本人悔しいですけどね。ノックアウト7失点で、ロッテの方は4回の裏ブラゼルが、まあ、このショートのいい守備に合います。そうですね、先ほどのコメントにねヒーローインタビューありましたけどね、ヒット性の当たりを取ってくれたっていうね。鈴木大地もファーストゴロ、三馬はしっかりとゼロを並べていきます。まあ、ほとんどチャンスをロッテに与えなかったという感じでした。まあ、ロッテも円陣を組んで気合をかけ直して後半臨むんですが、根本もセカンドゴロ、なかなか今日はそのテンポよく投げられましたからね。 そうですね。そして二塁を置いてもサブローもインサイドボール詰まらされて、やはりセカンドゴロと。まあ、途中変化球が多いっていうふうに言いましたけど、そういったのも影響したのかもしれませんね。はい、7回です。ワンアウトから沖野が今日は、ね、当たって、そうですね、3本打ちましたからね。安、はい、7安打中3安打、ね、チームで打ってました。2アウト1、3塁まで行きますが、角中、まあ、要所をしっかりと抑えていました。ここも銀次よく取っていました。よく取りましたね。7回無失点の今日の三馬でした。そしてあと9回は鎌田が、まあ、久々4月以来の登板、早かったですね、球もね。そうですね、あの楽天としては彼がここで、まあ、1イニングこういう点差ありましたけども、1イニングしっかり投げれたっていうのは非常に大きな収穫だったと思います ね。はい、今後どういう起用になるかは分かりませんが、ただ去年活躍した鎌田が戻ってきたというのは本当に大きな今日の楽天でありました。